みっともない恥ずかしいって子供の時に言われたことはありませんかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは、毒親が子供の支配に使う呪いの言葉22戦です。あ、あの今日はね、 親の立場として聞くのはブブー。やめてください。ということで、自分が子供だった時、その子供の立場として、えー、聞いてみてくださいと。というのも、あのー、自分の親があなたにどのような関わり方をしていたのか、どのような声掛けをしていたのか、それが今の子育てに大きく影響してるんですね。 これ人生脚本ってずっと話してるわけじゃないですか。僕たちは私たちは人生脚本に従って子育てをして、人生脚本に従って生きているんですよ。だから人生脚本を変えないことには子供との関係性は変わらないし、ねえー、子供も私も幸せになれないということ。今が幸せやったらいいぞ今が幸せだったら何も変えなくてもいい。でも今が生きづらくて子供との関係もギスギスしていて、なんか子供も生きづらさを抱えてるなって思ってるんやったら、 ね、人生脚本を変えることが大事だというお話をずっとしてますね。でその人生脚本とは何かそれは0から6歳までの親との関係性によって培ったというか埋め込まれてきた考え方や信念これが人生脚本なんですね。 うん。世の中で生きるためにはどうしたらいいのか。人とのコミュニケーションの方法。悪いことをしたら謝る。であったり、えー、いい成績を取ることが大事。中学受験に合格することが大事。えー、YouTuber なんかよりも、なんだろうな、えー、看護師など安定した資格を取ることが大事。 みたいな、そういう風な世の中の生き方とか、善悪の判断、何が幸せで何が幸せか、何が成功で何が失敗か、人とのコミュニケーションのパターンなどなど、そういうような世の中での生き方、社会での立ち振る舞い、それを親との関係性によって学んでるんですよ。で、それが人生脚本としてガチャって潜在意識に埋め込まれているんですよ。プログラミングされてるんですね。 で、その潜在意識、いわゆるあの無意識の人生計画に従って子供と関わり、夫と関わり、パートナーと関わり、働いて毎日を生きてるんですよ。これが自覚していようが無自覚であろうが関係ない。僕たち、私たちの行動の95%は人生脚本が決めているんですよ。 人生脚本すごいでしょで、この人生脚本っていうのは自分の親との関係性によって生まれてきたっていうことだから今子育てがうまくいかないなーっていうことであったり頭ではダメだって思ってるけどやってしまうこともしかしたらそれは子供の時に親に言われたあるセリフが原因になってる可能性があるってことねということでね今日は毒親が子供の視野に使う呪いの言葉を22選 ってててて凝縮しし厳選してお伝えさせていいいたただきたいと思いますこの動画というかこのラジオをね聞いていただけたらああこれ言われたわなるほどあの時に言われたあのセリフがあったから自分が言いたいことを言えなかったんだなとか あんなことされたから自分のことを後回しにしていたんだなとかね自分のことを価値,価値ある人間だと思えないんだな何があってもすみませんって謝ってしまうんだなってそういう自分の生きづらさであったり子育てがうまくいかないその根っこの根っこ根っこがわかりますそうなんです根っこがわかるからメカニズムがわかるから具体的にどうしたらいいかが見えてくる そうなぜこんだけ苦しいのか、なぜうまくいかないのか、その原因がわかるだけでも心は軽くなります。ということで、えー、今日はそんな感じでやっていきましょう。えー、このチャンネルでは親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を全力で紹介してまーす。なので、 チャンネル登録よろしくね。で、このようなね、緩める小僧たラジオと題してね、えー、なんだろうな、この顔出しなしのこのラジオ形式の長尺動画というか、ラジオというか、それもすでに30本超えてるんですよ、これ。35本ぐらいある、あります、もう。 あるので、あのー、よかったら再生リストにね、緩める子育てラジオってあるので、えー、家事しながら通勤の途中とかね、ウォーキングのね、えー、お供に使っていただけたら幸いです。で、今日はね、親の立場ではなく、子供の立場として、自分の親にこんなこと言われた、あんなこと言われたなっていうところをね、振り返るという形でね、使っていただけたら嬉しいです。あなたがどこ親かどうかをテストするような、あのー、動画ではありませんので、その点だけご注意くださいと。ご留意ご注意どっちでもいいです。 はい。じゃあ、行きましょうか。で、その前に、ルイボスティー飲ませてください。ルイボスティーいいですね。あの、カフェインも少なくて、あのー、なんだろう、あの、カテキンカテキンっていうのも確か少ないみたいなんですよ。カテキンっていうのがあると、この利尿作用を、えー、増強するみたいで、寝れなくなるんですよ。あ、違う違う違う。あの、途中で起きてしまうんですよ。ね、トイレが近くなってしまうので、あのー、あまりお茶はお茶でも、カテキンが少ないやつで、カフェインがあんま入ってないやつを僕は飲んでますと。 はい、行きましょうか。えー、あ、あと概要欄にはね、えー、なんだろう、公式 LINE の案内とか、えー、著書の紹介とかもあるので、そちらも後でチェックしてみてくださいね。はい、えー、それでは早速行きましょう。えー、ファーストテイクね、一発撮りでいくからね。毒親が子供の支配に使う呪いの言葉22分の1。あー、あもう一回言いましょうか。あー、あ言われたことありません いやー、これはね、まあ自分の親というよりも、周りの大人、そして周りの友人に、めちゃくちゃ言われてたいや。というのもめちゃくちゃ失敗するじゃないですか。実はさっきもね、あのコーヒーのなんだ、豆が入ってる、豆が入ってるっていうのかなあの、なんか豆豆か分かんないけど、豆って言うんでしょうか。ちょっと分かんない。コーヒーの豆入ってるやつをね、あの落としてしまって、コーヒー豆をうわってこう床に散乱させてしまったんですよ。 バレてないんですけど、今言っちゃって横にユうガちゃんをって今怒られたんですけど、あーって、そういう時にあーって言われるんですね。いや、これね、週に3回ぐらいはあるんですね。あの、ぶちまけてしちゃうやつ、しまうやつ。ナッツとかやったら可愛いんですけど、牛乳、プロテインが入ってる牛乳とかも最悪。もう最悪ですよ。 うん、あれはもう忘れもしない、あの、富士急ハイランドでね、当時お付き合いしていた彼女と行ってたんですけど、その、エルメスのバーキンっていうカバンがあるんですね、確か。で、ちょっと、あのジェ、ジェットコースター前にね、ちょっと喉渇いたからお茶ちょうだいって言って、そのバーキンに入ってるね、水筒を出してくれて、おかつそれもらったんですよ。もらって、それ飲んだんですよ、水筒を。飲んで、それをそのまま水筒入れたんですよ。水筒入れたんですよ。入れてね、もう何が起こるかわかりますよね。そのジェットコースターに乗るじゃないですか。で、ジェットコースター楽しかったね。うん、楽しかったって言って。 でなんかねその彼女が、こうカバンの中からねハンカチを取ろうとしたときに、ね、えって、なんか湿ってるって言ったんですよ。で、ちょっとドキッとして、え、もしかしてって言って、うん、そのもしかしてです。そのバーキン、バーキンが、ね、お茶浸しになってました。はい、えー、原因は、お菓子が蓋を閉め忘れていたということです、すちゃんと閉めたつもりだったんですよ。 閉めたんですけど、半分しか閉まってないやつで、もう水お茶浸し、水浸しってお茶浸しやん、うんもうエルメスのカバンがもうぐっちゃぐちゃで、そんで財布もね、確かなんか、コーチかなんかのええやつで、でそれでもうほんまにぶち切レられて、もう無理って、もう買えるって。 富士急ランドは静岡かな、わからん静岡と東京の間ぐらいに山梨県かな、そこら辺にあるんですけど、それが、その県が、お茶が分かってから、もう帰るって言って、彼女は一人で帰りました。大学4年生の頃です。はいというように、ああ、あっていうのは、本当に本当に言われてきたで。これを言われた側の立場、言われた側の気持ち、言いましょうかあの、好きでやってんちゃうねん、です。 はい、好きでやってんちゃうねんですよ。僕もやりたくてやってるわけじゃないんですよ。だけど、コーヒーもめこぼしてしまうし、牛乳のプロテインのやつぶちまけてしまうし、焼肉のタレもぶちまけてしまうし、ね、あのお茶もバーキンにあのぶちまけてしまうんですよ。やってしまうんですよ。でそれをやるたびに、自分のことを否定するんですよ。またやってしまったって。でああ、あってうう声があるとね、がっかりさせてしまった。 また、人に迷惑をかけてしまった。自分はダメなんだっていうふうに、どん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 自分を責めてしまうんですね。その2、あんたが悪い。言われたことありますあんたが悪い。いや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 これはまあ、あんたが悪いっていうような言い方じゃないですけどね。お兄ちゃんが悪いっていうふうなことは言われましたね。まあ、弟と喧嘩するじゃないですか。まあね、申し訳ないけど、10回喧嘩したら、8回ぐらいは僕が悪いんですよ。 あの8回ぐらいはね、僕がちょっかい出していたり、弟がシャンプーしてるでしょ髪貼っていくとシャンプーしてるでしょこっそり忍び寄って頭にこうシャンプーをかけ続けて、なんか全然終わらへんみたいなやつあるでしょああいうことやってしまってうんですね。 の冬とかの毛布をかけてるわけじゃないですか、弟。ね、かけてるとき、おかち朝、5時起きやったん、ね、で、大学のときね。で、ね、おかちの部屋から下に行くために、弟の部屋をこう、ね、横切ってから行くんですけど、弟がすやすや気持ちよさそうに寝てたんで、その毛布をひっぺ返して、逆にして、冷たい方をかぶせるってことを、4年間やり続けてたんですよ、僕。はい。そういう人なんですよ。だから、まあ、ほとんど僕が悪いんですよ。ほとんどが悪いんですけども、中には僕が悪くないやつもあるんですよ。 弟が仕掛けてること、明らかに弟が悪いやつもあるんですよ。それを弟も自覚してるんですよ。で、その時に、お兄ちゃんが悪いの、お兄ちゃんが〇〇したって言うんですよ、弟は。で、なって、それ聞かされたら、まあ、いつも僕が悪いから、父親も母親もね、ちょっかい出すなーって、あんたが悪いって、ね、お兄ちゃんが悪いって、いうふうに言うんですね。その時ね、また僕が悪いって。何をしても僕が悪いんかって。 そうなると、もういいことなんかしないって思うんですよ。もう何をやっても、もうこうやって悪者扱いされるんやったら、もうもういいことなんかせえへんってひねくれますよね。だからいいことで親の注目を浴びるんじゃなくて、悪いことをして親の注目を浴びるってことをやってたような気がします。家ではね。外では周りの意見に従うみたいな、あの、のび太くんだったんですけどね。はい。えっ、ー、と、22分の3。約束したでしょ まあ、これ、約束しても忘れるんよ。忘れちゃうねん。今、こう、やりたいことが見つかったら、そっちに意識が飛ぶんですよ。僕、ADHD なんで、いろんなことに意識が飛ぶんです。うーん、あの、動画編集しててもね、今、動画編集してても、ピコーンってなったら、そっちの、なんだろう、あの、スマホを見て、スマホを見てたら、インスタを見たいとか、インスタ見てておもろいなと思ったら、その TikTok 見たいとかね、いろんなとこに意識が飛ぶんですよ、いまだに。うん、だけど、今、YouTube 撮ってるでしょ YouTube だと今が自分が好きなことをやってたり、もうこれが僕の欲望だっていう、自分の中の濃い欲望と接しているときには、まああんまり飛ばないんですよ。もうそ,のそれが一番やりたいことだから、一番やりたいことをやってるときには、もう没頭状態。あっという間に時間が過ぎたってことだけど、一番やりたいことじゃないときっていうのは意識がいろんなところに飛ぶんですよ。 ね、例えば学校の授業とか塾の授業とかねまあ,あの一番やりたいことではないじゃないですか、まあ、受験に合格するってことをやりたかったけど勉強自体はそんな好きじゃなかったんで、ね、その時になんかその意識がいろんなとこ,とこに飛んだら静かにしなさいって言ったでしょうとかねうんであの宿題やるって言ったでしょうみたいな約束したでしょうみたいなことを怒られてましたねうん約束したというかさせられたというかそういうことありませんでした いや、こっちの意見も言うて、納得した上での約束やったら、まあわかる。そうじゃない。いつの間にか約束というものが勝手にこう出てきて、なんか守らないといけないみたいな雰囲気になっている状態ってありませんこっちの合意なしになんか、あのー、生み出された約束ってありませんかありませんね。その時に、それを破った時に約束したでしょって言われても、いやいや、僕そんなん決めてないし、僕はもともとやりたくなかってみたいな。 ことにななるわけじゃないですか、うん、そういうのは結構あったかなと思います。まあ、このね、今回の動画はこの調子でやっていくんで、おかっちのこの配信を聞きながらね、それ、ある、ある、私もそんなことあった。 あの時もこうやった、この時もこうやった、みたいなね、自分の原体験を振り返る機会にしていただけたら嬉しいです。ただ、振り返りすぎてね、ちょっとこう日常生活に支障をきたすとか、脳がこう、脳がちょっとこう痺れてきたみたいなね、そういうような症状が出てきたら、あの、迷いなく止めてください。あの、いい、高評価ボタンだけ押してね。高評価ボタンだけ押しても迷いなくストップしてくださいね。自己判断でお願いします。はい、22分の4。 泣けばいいと思って。泣いたら許されると思ってんのみたいな。そんなこと言われたことありませんまあ、これはね、僕は少ないな。僕は少ないけど、それを言われている現場は結構見てる。そんなことで泣くなっていうこともそうですね。そんな大したことないでしょそんなこと大したことないでしょそんなことで泣くなって。いや、大したことあるかどうかは、その人が 感じたまま感じたらええやんってことでしょその人にとって大したことはあるから泣いている。その人にとって悲しいから泣いているんですよ。怒っているんですよ。感じたまま感じているんですね。で、その、その時に、ね、そんなことで泣くなとか、大したことないとか、ね、泣けばいいと思って、みたいなこと言われると、感じたまま感じたらいけないんだって。ね、自分のこの感覚、感情、これは間違っているんだ。そのまま出したら、 怒られてしまうんだ嫌われてしまうんだ周りに迷惑をかけてしまうんだそのように思ってしまうと自分が感じたまま感じられなくなるんですね,ね思ったことを言えなくなるんですねそれが自己否定の始まりなんですよ自分のことを否定する思ったことを言わなくなるそして感じたまま表現しなくなる、ね、自分を隠して周りに合わせるようになる自分軸ではなく他人軸に自立ではなく 依存が始まっってていくってことなんですよ、ね、次行きましょう毒親が子供の支配に使う呪いの言葉22分の6何をやらせてもダメねどう言われたことあるまあこれ僕自身は言われてはないんですけどこういうふうに言われたっていうことはよくセッションの中で聞きますね何をやってもダメねってまたできないの あんたな何も向いてないね、才能ないんじゃないみたいな、ねえー。全然認めてくれない、褒めてもらえない、えー、悪いところばっかり指摘されて、否定されて、自信をなくしてしまうということで,で、自分はもうだめな人間なんだ、何をやっても無理なんだってなって、努力をしなくなって、行動しなくなって、そして挑戦しなくなって、スキルを得られずに、自信を持てずに、縮こまってしまう。そして、生きづらくなってしまう。 そういう方の相談たくさん受けてきました。その根っこには、親の何をやらせてもダメねーっていう言葉があるということをね、よく聞いてます。よく耳にしますよ。どうでしょう、このようなこと言われたことありませんね ね、いいところを褒めてくれるとか結果だけじゃなくそのプロセスをね認めてもらえたりプロセスを観察してその上でフィードバックとしてねこういうとこできてるよって伝えてもらえるとねうまくいかなくても失敗しててももう一回やってみようってなるわけじゃないですかだそうでしょそうなのに何をやらせてもダメねってねどういう神経で言ってるんでしょうねそれどう思いますなんでそれを言っちゃううだだろうなだから、 もう呆れてる感じなんでしょうね親としては呆れてるしだから自分の期待 自分の期待が高くて、その期待通りに子供が動いてくれない。その、なんだろう、無力感であったり、呆れてる感じが、その言葉として出てくる、来てるんかもしれないですね。だから、あなたが悪いわけじゃないんですよ、それは。親が勝手に期待して、勝手に妄想を持って、こうなってほしい、こんなことしてほしい、みたいな、思ってて、それを、それに答えられなかったから、勝手にがっかりしてるわけじゃないですか。そもそも親の期待に応えるために、ね、親を幸せにするために生まれてきたんじゃないってことですよ。 ですよねうん、親は親は親が幸せになるのは親を幸せにするのはね親自身ですよあなたじゃないよ、ね、私が幸せになるのも私自身ですよ子供じゃないですよそうだよね子供に幸せになってもらおうってその感覚ってどう思いますねはいいきますよ22分の7私の身にもなりなさいよ っていうやつまあこの言葉ではないけど、これに近いようなことは言われたことあるな。親のことも考えなさいってやつね。うん。んかおかしい恥ずかしいことばっかりするわけじゃないですか。あのー、<laughs> いや、ほんまに恥ずかしいばっかり、あのー、まあ、小学校、小学生の時かな、3年生の時かな、ベージュか。 なんたらじゅうの祝いってあるわけじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんね。70歳か80歳か忘れましたけど、その時にね、親族、親戚一同集まってね、温泉とかでカラオケとかするわけでしょそこでね、こう、調子に乗って、えー、上半身を脱いで、のえー、うんちうんちみたいなことを歌うとかね。いや、全然可愛いもんですよ。可愛いもんだと思うんですけど、そういううんちうんちとか言ったり、上半身裸になったり、なんかこう、はっちゃけてる様子をね、 は,はっちゃけてる表現をしてるとね、えー、親戚から言われるわけじゃないですか。ね、あいつはバカの子やって。あいつはキチガイだ。みたいなこと言われたんですよ。ほんまに。ほんまに言われたんですよ。<laughs> あいつキチガイだ。みたいな、ねね。言われた。しつけが悪い。みたいなこと言われた。で、それに対してうちの母親ブチ切れて、えー、そんなこと言うもんじゃないですよ。みたいなことを言ってたっていうのを僕はその場で記憶しています。で、その時に僕はもう気違だ。みたいなことを言われたっていうのは、あのー、頭に残ってますよ。 うん、僕は、ね、やっぱおかしい人間なんだって思ってましたからね。人と違うって思ってたから。変じゃないですか、僕って。あまあ、普通みたいなんですけど、優香ちゃんからしたら、おかちは普通って言うんですけど、まあ、まあ、変やったんですよ。なんかこう、思ったことをどんどん言ってしまう。今はね、まあ、ちょっとこう、社会性であって理性がね、働いて,言って言った、これは言ったらあかんっていうことはね、ちゃんとこう、ブレーキがね、えー、かかるんですけども、まあ、昔は本当に思ったこともどんどん出てくる。だから二重人格のようなイメージでした。あの意識でしたね。 自分ではない自分がなんか頭の中にいるような感じ。だから、どん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 その自分ではない自分が、おかちゃんがね、お母ちゃんがどんどん言うんですよ。で、言った後に、あおかっちなん,てことなんてこと言ったんやって自分で思うんだけども、それ言った後やから、相手はその言葉を耳にしてるんですよ。そういうようなことを何度も何度も繰り返してたから、僕は普通じゃないなっていうふうな意識がありましたね。 で、意識があったし、周りの人からもそうやってね、ね、えー、あいつは違いだ、みたいなこと言われたし、自分の親からもね、私の身にもなりません、恥ずかしいみたいなことね、言われるとね、僕はダメなんだっていう、その気持ちは結構あったんじゃないかなーって思いますね。まあ、私の身にもなりなさいっていう言葉ではないね、親のことも考えなさいってことは言われた感じかな。はい、22分の8、みっともない、恥ずかしい。これはね、うーん、みっともない。 ともない,わないけど恥ずかしいは言われたことあるな。恥ずかしいよって。うん。はそんなことやって恥ずかしいよって。うん。うん。恥ずかしくないのみたいなこと言われたね。本当に、ちょっとまあ法律を、法律を違反するっていうか、まあちょっとこう悪いことをしたこともあったんですけど、その時はね、本当に恥ずかしいみたいなことを、なんで、なんでこんなことしたんやみたいなね。そんな子に育てた覚えはないみたいなことを言われた。まあ僕が悪いんですよ。もう悪いことしたの分かってるから。 もうはいごめんなさいしかなかったんですけど、まあそういうことを言われたっていうのは、まあそれは親だけじゃなくて、ね、先生にもそうだし、いろんな人からね、そうやって恥ずかしいなって、お前恥ずかしいなって、恥ずかしくないって、あ、これは上司にも言われたよ。その時のあれメールも残ってますよ。読みましょうかあの、<laughs> 読んでいいんか分からんけど、もう残ってますよ。あの、完全に、完全には読めないですけども、どこやったっけな。あ、あったあった。あった。これか。ありましたね。 ああ、どれやっけあった、これか。あちゃうわ。すいません。もうちょっとかな。あった、これや。あー、まあ、全部は読めないですけど、えっとね、自分で自分の職場環境を悪くするのですかそれでいいのですか ?9 時の出社は当たり前の契約です。出社時間がルーズであれば、基本も何もありません。私からいくら注意しても始まりませんね。自己管理が重要です。 自己管理ができなければこちらで厳しく管理するようになります信頼関係で結ばれている私たちはどうしたらいいのでしょうね大学を出て残念ですね入社した時の気持ちはどこへ行ったんですか追診、えー、訪問パターン表は4週間分今日中に提出してくださいみたいな、ね、いやまあ温かい言葉ですよ 僕が、ね、あの心,ない心にもない謝罪をしたからそういうことは返ってきたんですけど、まあ、この上司のおかげで僕は変われたってことがあったので上司にはすごく感謝をしてます上司にはすごく感謝してるしあの上司と出会えたからこそ仕事の楽しさであったり仕事,で、ねえー、仕事を通じて 社会で生きるためのライフスキルっていうのを学べたと思ってるので、本当に感謝をしてるんですけど、その時は辛かった。その時はあの僕はもうあのスキルもなくて、やる気もない状態にそういうことを言われたから、すごく苦しかったですね。で、その時に僕が送ったメールっていうのは、本当に今、今思えば本当に解像度が低くてしょぼいなっていうようなメールなんですけど、読みますね。お疲れ様です。いつも内勤関係でご迷惑をおかけしてます。 課長のおっしゃる通り、ルーズな点が多々あったということ、本当に反省しております。申し訳ございませんでした。今後は気持ちを新たにして、特に内勤関係においては、やらなければならないことをしっかり把握し、漏れのないように努めていきたいと思います。すみませんでした。ということです。まあ、このようなメールが、じゃあ僕の部下から来たら、まあ、僕はね、あのー、<laughs> もう電話するでしょうね。うん、あ全然伝わらへんってね。うんうん、思いますわ。はい、ということです。ちょっと脱線しましたけど、行きましょうか。次ね。えー、っと、22分の9。よかれと思って言ってるのよ。なあ,あなたのために言ってるのよとか。ね、よかれと思って言ってるのよ。私の言うことを聞きんさーい。 中やつですよね。向こうが正義。向こうが偉い。私の言うことは正しい。私が正解である。私は神である。神ポジの、神ポジですよね。今かんだけど。神のポジションですよね。私が言うことは絶対であるっていうポジションの中で、あなたのことを教育してやってるのよとも,もちろん、ね。親として子供を教育するのも一つの役割であると思います。あるんだけれどもね。 子供の気持ちを無視して、子供の意見を聞くことなく、私の意見にただ従いなさいっていうポジションは、まさに毒親なのかなと思うんですけど、どうでしょうかどうでしょうかまあ、そもそも毒親かどうかっていうのは、えー、子供が判断することで、えー、子供の人生に悪影響を及ぼす子育てを行う親のことを毒親とさすということで、自分の気持ちが抑圧されていたり、言いたいことが言えなかったり、自分という人間を、シャットアウト。 ねえー、蓋をした状態で毎日過ごしているその原因が親なのであればもしかしたらそれは親親がその親,その親は毒親なのかもしれませんねっていうことですねはいよかれと思って言ってるのよとかあなたのためよという枕言葉を添えて、ね、自分の思い通りに子供を動かそうとするそのようなことはありませんでしたか 自分のほ母親にそのような母親だけじゃない。まあ父親もそうですけど、そのようなこと言われたことありませんどうでしょうか、ね、?22 分の10。言うこと聞けないなら、出ていけ。どう親の言うことを従わんかったら出ていけ。ね、まあこう言うこと聞けへんかったら、学費払わへんぞっていうのは言われましたね。 まあ同じ、同じ意味ですよね、これ。言うこと聞けないなら出ていけっていうのも、言うこと聞けなかったら学院払わへんぞっていうのも、良かれと思って言ってるのにも、これ全部同じなんですよ。要は、私の言うことを聞きなさいっていうことですよね。従わなければ、あなたをこの家に置いておくことはできません。従わなければ、あなたのことを嫌います。あなたの居場所をなくします。みたいな感じですよね。そんなことまで言われたら、 親にね、捨てられたら生きていけない。ね、少なくとも6歳まではね。もう、大学生となれば、まあ、また別なんだけど、でも、せっかく大学生活楽しく過ごしててね、お母ちはラクロスという、ね、部活でもう青春してたから、そこを奪われるのが一番苦しかったから、やっぱり親の言うことを聞かないといけないんですね、それ言われたら。うーん、だから、聞いてまーす。 でしたねですよね。大学の時は聞いてなかったな。あの、金髪して親に、親にね、学費払わへんぞって言われたけど、まあ、それだったら払わんでいいわって、逆ギレしましたね。うん、も、ま、う、あ、これ分かってたんですよ。あの、親も世間体があるんで、子供がね、大学中退なんか、せっかくまあ A 大, A 大学行って、大学中退ってなればね、親も恥ずかしいわけじゃないですか。だから親もそういうことはしないっていうことを分かっていたんですよ。だからもう大学生になるともう反発し放題ですよ。はい。 言うこと聞けないな、出て行け。お、出ていくわ。とか。言うこと聞けへんなったら、学位払わへんぞ。いや、払わんでいいよって。はい。言ってみましたよ。はい。いきますね。22分の11。なんで、よその子みたいに、できへんのなんで、たけしくんみたいに、うまくならへんのなんで、ひさしくんみたいに、え平泳ぎできへんのみたいなんで、 ね、かなこちゃんみたいに上達せえへんのみたいに言われたことありません他の子と比較して評価をされる。これね、逆もつらいんですよ。あなたはたけしくんよりもうまかったよとか、ひさしくんよりも英語の発音良かったねとか、太郎くんよりも上達してるねとか、こうやってね褒める、褒められる時も同じなんですよ。これは褒められてる時は、瞬間的な喜び、嬉しさはあるけれども、同時に、 たけし君よりね、下手やったら嫌われるんじゃないかとか、ひさしくんより英語の発音が悪かったら、えー、ね、褒めてもらえんじゃないんじゃないか、がっかりさせるんじゃないかっていう、そのね、喜びと同時に不安、恐れも手に入れるっていうことなんですね。そうなんですよ。なので、ね、こういうこと言われるとね、常に人の顔色を気にして、誰かに勝たないといけない、つまり勝ち負けの人生に、を生きることになるんですよ。 世の中の生き方人生の生き方っていうのは無数にあるわけでそのね、まあ、昭和時代を生きていた親がね僕たちを私たちに教えて,教えていたのは勝ち負けの生き方なんですよな人生のレールっていうのはたった一つしかなくてそこでの競争に勝ったものだけが幸せで。 その競争に負けたら生きていけない、飯も食っていけないみたいな、そういうような勝ち負けのレールの中で、うちらの父親、母親そそ育ってきたから、そのまあ、僕,らが僕らの時の、ね、子育てっていうのは、ね、僕らが子供だった時の親の子育てっていうのは、まさに勝つための方法を、ね、勝つためにはどうしたらいいのかっていうことを徹底して、えー、指導するような関わり方が中心だったと思うんですね。 でその時、当時の勝つためっていうのは、個性よりも集団、集団性であったり、協調性なわけだったんですね。うん。とにかく上司の言うことを聞く、会社で言う,言うことを聞く。そうすれば定年まで安泰して、安泰で働けると。ね。がっぽり、あのー、退職金をもらって、えー、幸せな人生を過ごせる。まあ、それが常識だったわけで、その一本のレールが確かに存在していたと思うんですね。 で,まあ、でもそれが崩壊したのは僕が小学校、高学年というか、まあ、中学生入る頃にはね、バブルも崩壊して、ね、不景気になって、まあ、そういう時代ではなくなってきてたと思うんです。思うんだけれどもね、まあ、そ,のそ,のそういうふうにね、自分の母親や父親も育てられてきたから、自分,の親自分が育てられたように僕を育て,育てるわけじゃないですか。自分が子供の時に親に育てられたように自分の,自分の子供を育てるっていうわけで。 ね。という、となれば、急に父親、母親も子育ての方針を変えるわけにはいかない,い,かないってことで、ね、やっぱり勝ち負けの子育て、勝ち負けの人生を、人生観を教えていくっていうのが中心になったんじゃないかなと思います。特に、えー、なんだろうな、えー、今の35歳から35歳以上の方はそうなんじゃないですか僕は43歳なんですけど、昭和時代の、えー、昭和時代に生まれた方っていうのはそうなんじゃないかなって思います。はい。 ね、なんでよその子みたいにできないのっていうそういう表現をすると、えー、誰かに勝ったら幸せ誰かに負けたら不幸であるそういう信念であったり生き方を植え付けることになりますよっていうことですよねですよねそういうこと言われたことありませんでしたでしょうかはいということでね半分が過ぎましたね22分の11、まあ、こんな感じでね緩く、えー、後半戦もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします 毒親が子供の支配に使う呪いの言葉22分の10に置いてくよ。はいありませんこんなこと言われたこと。ねえまあ僕はあるな <laughs> これはあるな。<laughs> これもあるなぁ。あ、まあ、あの、最初にお断りしておくと、まあ、最初っていうか、まあ、中大になってしまったんですけど、まあ、僕は今、母親と父親、父親今両方とも生きてるんですけど、あのー、今は何も思ってないです。あのー、恨みとか憎,憎しみっていうのは、ま、ほぼゼロに近いですね、うん。ゼロに近いし、そもそも母親に対しては、そんなに、なんだろう、あのー、やってもらったっていう、あのー、なんだろう、もう自分を犠牲にして、 子育てをしていたのでもう感謝しかないですよねうんでもただその感謝なんですけども僕のことを大切に思ってくれる気持ちが強すぎるがあまりまあこのレールを作ってそれに何とかして乗っけようっていうその気持ちは かなりあったんじゃないかなと思います。でもそれをね、まあ当時は愛情だとういうふうに考えていましたということです。で、父親に対してはもちろん、あのね、その、いい学校行けたのも、その塾に行けたのも、父親が働いてく、稼いでくれたお金やから、そういう部分はすごく感謝はしている。感謝はしているんだけど、まあそもそも,も仕事が忙しかったし、まあ昭和時代の父親ってそうじゃないですか。なんだろう、えー、平日遅く帰ってきて、 え土日はマージャン行ったりゴルフ行ったりしながら、えー、ずっと不機,不機嫌でムすーッとしてる感じうん。亭主関白でね。まあそういう感じの方が多いんじゃないでしょうか。どうでしょうかうん。まあ一般的には普通の親だと思うんですよ。普通の親なんだけれども僕自身はなんか僕の意見を聞いてもらえてないであったり価値観を一方的に押し付けられてなんか自分の意見をガチが言うたら、言うたら、えー、ダメなものはダメなんだってっ対話ができないってことであったり、まあ、会社を辞めると,というときにものすごく 反対されて、まあ、それも僕の意見をそんなにちゃんと聞いてくれずに、うーん、あのー、その時はもう世間体ばっかり気にして、みたいなこと思ってましたよ。僕の、僕の幸せじゃなくて自分の世間体が気になるんやろう、みたいな。そういうふうに思ってて、はって思ってたことはありました。だけど今はね、もうそういうこともないんですけどね。そういうだけちょっと先言うときましょうか。はい。で、置いてくよ。 置いてくよってことね。まあこれはあるじゃないですか。公園とか遊ん,遊んでるときにね。もう暗くなったからもう家帰るよって。晩ご飯の準備あるんだからって。もう言うこと聞かなかったら置いてくよってやつ。うんで、これでね、どうでしょう。本当に,本当に置いていくんでしょうかね。これダブルバインドですね。だからいわゆる置いてくよとは言うんだけれど、実際に遊びをやめなくても置いていかない。 ってなると、言ってることとやってることにギャップがある。矛盾している状態になるじゃないですか。このダブルバインドっていうのが、ね、子供からしたら、えー、不信感を、ねえー、持たれること、子供に不信感を持たれたりとかね、信頼関係に日々がいってしまうってことの原因になりやすいんですね。言ってることとやってることが違う。昨日言ってたことと今日言ってることが違うっていうやつ。うん、他にどんな例があるかな、ダブルバインドでね。あ、これやな、分かりやすいところで言えばね。 何か困ったことがあったら相談してねって。ね、苦しいことがあったり辛いことがあったら何でも言ってねって言うんですよ。言って、まあまあまあ、まあ、学校でこんなことがあってあんなことがあって順番抜かされてって言ったら、そんなことで相談すな自分で考えなさいって言うんですよ。えって。何か困ったことがあったら相談してねって言うたやん。で、相談したら自分で考えなさい。 どうしたらいいので、自分で考えて、自分で考えて、どうしたらいいの自分で考えてね、自分で考えてて、ね、何も行動しなかったら、なんで早く相談しないのってまた言うてくる。ね <laughs> どうしたらええねんってことでしょこれがダブルバインドなんですけど、もうダブルバインドをされると、まあどうな,どうな,どうなるかというと、言ってることと、言ってることというか、その内心、何を考えてるんだろうっていうふうに、常に親の、 顔色を伺うようになるし、親の内心を読み取ろうっていうことに必死になっちゃうんですよね。そうなると、自分がやりたいっていう気持ちであったり、自分の考えっていうことが見えなくなり、聞こえなくなり、それをないがしろにした状態で、えー、意思決定をしてしまう。物事を選んでしまう。だ、ね、から自分不在の状態で人生を生きてしまうってことなんですよ。<laughs> これ苦しいじゃないですか。で、親子関係も悪くなるっていうことなので、ダブルバインドは、 ダブルバインドは注意した方がいいよねってことだと思うんですけどもそういうことってありませんでしたでしょうかね子供の時に置いていくよとかね何、えー、かあったら相談してねって言いつつ相談したら自分で考えなさいって言ってで自分で考えてたらなんで早く相談しないのっていうふうに叱られるどうしたらええねんってう話ですね22分の13そうだと思ったわとかね 最初から失敗すると思ってたで。ね。なんで、なんでそれをやったのって。ダメって言ったじゃない。みたいな。結果が出た後に、ね。ママの言う通りにやってないからだよ。って。ね。父さんの言う,言うことに従わないからだよ。みたいな形で、結果が出た後にそれを言うてくるってやつ。なあ、これは嫌やね。これ結果論で語るの。嫌よね。ほんまに。嫌いや,いや。 いやいや、どう言われたことあるそうだと思ったわとかね、えー、マ,マ,ママが言った通りでしょみたいな。なんでママの言うこと聞かないのみたいな。そう,そういうことを言われると、自分で考えたことは間違っているんだと。自分で選んではいけない。自分で決めてはいけない。自分で考えてはいけないんだっていうことがガチャって埋め込まれてしまって、 ねえー、自分で考えなくなる。自分で動かなくなる。自分で選ばなくなる。指示に従う。指示待ち人間になっちゃう。ちゅうことでしょはい。22分の14。あんたがいると、どっと疲れる。はい。苦しいな、こんなこと。自分で言いながら苦しくなったわ。あんたがいると疲れる。ね。苦しい。 あああっち行ってなさいみたいな感じですよね。今大人の時間だから子供はあっち行ってなさいっていう。あんたがいると疲れるから向こう行っといてっていうやつね。まあその気持ちもわかるんですよ。仕事して家事やって僕みたいな子供を育ててね。<laughs> エネルギーがね、あのー、3人分必要ですよ僕育てんの。あ本当にもう僕の欲求を満たすってことを考えた時に1人じゃ絶対無理だと思います。 あれやりたい、これやりたい、どん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 いろんなこと要求してくるから、それ一つでも叶えてくれんかったらムスッとするから、それを、それに応えられないから、黙ってなさいとか、静かにしなさいっていう気持ちはめちゃくちゃわかる。よう頑張ってたと思います、うちの母親も父親も。僕みたいなね、いろんなエネルギーがあふれてる、あれやりたい、これやりたいってどん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 体験して、どん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 体動かすわけじゃないですか。 ね、で、マクドナルド3歳の時ですよ、4歳かな、マクドナルドであのゴミ捨て、ゴミ、ゴミ箱あるわけじゃないですかあの、マクドナルドでね、あそこに登って、えー、なんかマントみたいなね、なんかあのマフラーかな、なんかわからないけど、マフラーみたいなのをね、こうかけてね、ヒーローになった気分でジャンプしたんですよ、ジャンプしたんですよ、1回目成功して、2回目の時にね、そのまま頭からズーンって落ちて、椅子の角にドカーンと当たって、えー、血がプシュッて出てしまってね、 ぷシゅって、まあ、可愛いけど、まあ、ドヒャーっと出てるんやけどね。そのまま、えー、救急車に運ばれてないわ。あれは運ばれてない。ち母,母親におんぶしてもらって、近くの外科まで行きましたよ。はい。ということがあったり、もうほっといたら何するか分からへんから。なら母親としても、父親としても、だから、やめなさいとか、じっとしてなさいっていうのが、まあ、限界やったんじゃないかなって思います。そうしないと、うろうろすると、怪我するんでね。で危ないことするんでね。はい。 すごくわかりますよ。どっと疲れるってのはわかります。はい。22分の15。あなたはママの宝物よ。言われませんでしたねえ、まあこれね、一見良さそうな言葉だと思うんですけれども、これもね、プレッシャーがね強いっすよね。宝物よって。ママの期待を裏切ってはいけないんだと。ね。 えー、ママが考えるこんな子に育ってほしいっていうその理想通りの子供にならないといけないんだって。ね。礼儀正しくおしとやかに。ね。男の子は外で運動して活発にいつもニコニコ笑顔で元気よく明るく友達もたくさん学校で人気者みたいなそういう絵に描いたなんかこう理想の子供みたいな人間にならないといけないんじゃないかってそこで苦しくなることもありますよね。 うんあのー、人格っていうのは演技じゃないですか。うん、演技なんですよ。人間世界の中で、人との交流の中で、ねえー、どうやったらうまく付き合えるのか、どうやったらうまく人とやっていけるのかっていう中でね、えー、僕たち、私たちは演技をして生きてるんですね。こういう演技をしていたら、まあ、丸く収まる、うん、なんか嫌われることもない、ね、なんとなく居場所が作れるみたいな形、演技をしてるんですよ。 で、その演技がね、本当の自分と乖離があると、ギャップがあると、ズレがあるとね、苦しくなってくるんですよね、本当にね。ね本当は静かで、物静かで一人で遊ぶのが好きな子供、本当はそうなんですよ。本当はそうだった時にに、僕がそうって言ってるわけじゃないですよ。本当はそういう風なね、静かで一人で探求するのが好きな子がね、えー、母親がね、友達とたくさん、ね、あの遊ぶのがいいみたいな。 ねあの、クラスの人気者っていう、そんな子にな育ってほしいみたいなことをね、母親が思ってたら、そういうふうに演じるわけじゃないですか。いつもニコニコ明るくね、バスケしようぜーとか、どっちボールりかへんかみたいな感じでね、本当はそんなことしたくないんですよ。だけど、がっかりさせたくないっていう思うがあまり、本当の自分ではない自分を演じて生きていると。つまり、本当の自分を隠して、偽物の自分を表現して生きていると、これ、ストレスですよね。ストレスがたまると、心と体が、 壊れてしまいます。ということですね。はい、22分の16。まるまるちゃんはできるのに。あこれまあ11と同じやったな。すいません。同じなんだけど、まあ、比較ですね。要は誰々さんはできるのにお兄ちゃんはできるのになんであなたはじっとできないのってね。弟みたいにやりなさい。みたいな。まあ同じ比較ですよね。これはね。 結構あった。うん。社会人の時もあったしね。社会人を同期でね、入った時に、常に、あのー、同じ同期と比べられて、同期の〇〇はできんのになんでお前はここ売られへんねんとかね。なんでおこんだけ成績悪いねんとかねあ。そういうこと言われたこともあるし、あのー、バスケの、バスケ部の、ね、中高の部活の時にも、〇〇みたいに、あのー、なんでできへんのって。〇〇こんな簡単にできるやん。同じ時期に入ったんやろ。なんでランニングシュートできへんのみたいな。 常に比較されて、まあスポーツはね、比較の世界なので、やっぱ勝ち負けの世界。だからスポーツっていうのはね、本当に勝ち負けの世界でどういうふうに生きていくのかっていうことを学ぶ上ではね、ものすごくあの有効だと思います。有効だと思うんだけど、あの、人生って勝ち負けじゃなだけじゃないんでね、うん。もちろんビジネスにおいては、ある種勝ち負けっていう部分も少しあると思います。だって選ばれないとこ商品買ってもらえないからね。 選ばれるためにどうしたらいいのかっていうことをしっかりあの考えて、そして商品を作っていかないといけないから、まあ、社会っていうのはスポーツに近い、スポーツは社会の縮図だと、そういう思いでね、僕はスポーツ教育をやったっていうのは、そこら辺も確かにそうだなと思うんだけど、あのー、勝ち負けだけが生き方じゃないということ、ビジネスだけが、仕事だけが人生じゃないってこともあるよね。だから、その勝ち負けだけの世界に浸りすぎると苦しくなるし、人生の一番大事なことを見失ってしまうんじゃないかっていうこともあるよね。 幸せと成功はは違うっていういい話です、はい、22分の17ちょっとルイボスティーをましてはいえー親のありがたみが分かってないあこれなまあ7のね私の身にもなりなさいっていうことにも近いねんけど親の立場を考えなさいとか親のことを大事にしなさいとか 親に感謝しなさいとか、ね、親の介護をしなさいとか、下手したらね。まあなんかそういうメッセージも込められてますよね。あんたは親のありがたみが分かってない。で、親のありがたみが分かってない。これはね、まあどんな時に使われるかというと、あれやね。だから自分の言うことを聞きなさいっていうことですよね。うん。親のありがたみが分かってない。言われたことあるかなまあこれは親に言われたことはないな。でもこういうふうに言われたっていう人は結構いましたね。 あんた、親の割りがたみが分かってない親の気持ちを考えなさいって。親の身にもなってみなさい。みたいな形で言われたっていう方は言いましたね。どんな時に言われるんだろうな、これは。親の割りがたみが分かってないあんたを、ああ、そうやな。親が子供のために何かをする。例えば夜食を作る。夜食を作って、それを子供が当たり前のように食べていたら、その感謝が足りないっていことですね。子供、あなたはもっと親に感謝しなさいっていうシチュエーションで使われるんでしょうね。 ね、親孝行しなさいとか感謝しなさいとかそういう場面で使われるんでしょうね、うんうん。で、これをね、これを言われるとどうなるかというともちろん親の,あれ親の立場を考えることもすごく大事なんだけど、ね、親のために私は生きないといけないんじゃないかって、ね、私の人生は親,の親を幸せにするために存在するみたいな親に感謝するために生まれてきたみたいなそれが私の使命だ。 みたいいいにななっっててしまううんじゃないかっていうことこれはまさに自分軸ではなく親軸が埋め込まれていくよねってことですね。はい。22分の18そのそ服よりこれはね、結構日常の場面であるんじゃないですか、まあ、服だけに限らずね、えー、その学校よりもこっちの学校行った方がいいんじゃないとか、その友達よりもこっちの友達の方がいいんじゃないみたいな。 そういう子供が選んだことに対して口出ししたりケチをつけるっていうようなシチュエーション。 ありませんでしたでしょうかちっちゃい頃、いかがでしょうかまあ、これもね、こういうことが、あの、頻繁に起こると、いわゆる過干渉ですよね。過干渉ね。干渉が、あのー、激しくなれば、子供は自分で考えて自分で行動できなくなるし、自分で決めたことに対して自信を持てなくなる。自分の人生なのに当事者意識を持って、自分の責任を持って生き,生きることができなくなる。一言で言えば、主体性がなくなり、 ねえー、周りの目を気にして生きるようになるということで生きづらさが植え付けられていくということですよね。そうそう、その服よりこっちの方がいいよではなくて、えー、子供が子供に選ばせてあげるんやったら子供の意見、意思を尊重してあげる。で口を出さないで。それで失敗したんだったらその失敗から子供が学んだらいいというそういうスタンスでね見守,って見守ってあげるのがいいんじゃないかなって僕は思うんですけどね。はい。 22分の19。どうしてそんなに変なことするのいやー、こっちが聞きたいですよあ。僕の話で言ったらね、自分がなんでそんなことをしたのかっていうのはわかんないんですよね。やってしまった。もう結果だけなんですよ。結果が今ここに訪れているって感じなんですよ。<laughs> わかりますあの時何を考えてやったかっていうのはわかんないですよ。やりたかったからやったんでしょうが、どういう思考回答でやったかわかんないですよ。で、今、 明らかにダメなことをやったっていう結果だけが、その現場にあるんですね。うん、例えば、まあこれは悪いこと、悪いことだって、もうやりたくてやったわけじゃないですよ。あの、素振りの練習してたら、近くに友達がおって、その子の顔面をバットでドーンでどついてしまったやとかね。こんなんやりたくてやってるわけじゃないですか。なんでそんなことやったのって。なんでそんな変なことすんのって言われても、いやー、ねってなるでしょ。それ自分で自分のことが分かんなくなるんですよ、これ言われたら。 自分に自信が持てなくてもですね、自分はもうダメな人間なんだと、自分は何をしても受け入れてもらえないんだっていうふうになって、自分のことを諦めてしまうんですね。自分で自分のことを諦めること以上に苦しいことってありましたっけないよね。自分で自分のことをダメなんだと否定したり、自分で自分のことを責めたり、追い詰めたり、自分のことを嫌いなんだと、自分で自分の人生のことを諦めてしまう。これ以上に辛いことってないよね。 22分の20。あんたにいくら使ったと思ってるのねえあんたにいくら使ったと思ってるのこれはね、なんだろうな、まあ、なあ、習い事、例えば習い事でね、習い事ピアノやってて、子供がもう飽きてやめたいってなった時に、あんたにいくら使ったと思ってるのも、ここまで練習して上達したんだからやめたらもったいないよっていう意識。ねえ よっっててどういうういここととなんででしょうねってことですねすもったいないよっていうのは、えー、投資した金額に、えー、を超えるような成果が得られなかったってことでしょ。でこれ、成果をどう測るかなんですよ。これ、親の価値観じゃないですか。ね、でここでやめたとや、ピアノが上手くなったと、ピアノが上達した、やめてしまったらピアノが下手になってしまうかもしれないけど、ピアノで、えー、ピアノに取り組むことで得られる成果っていうのは、ピアノが、ね、弾けるようになったっていうことだけじゃなくてね。 集中力であったり、右脳が活性化するであったり、ねえー、となんだろ本番で緊張,しなく緊張せずに、ね、自分のパフォーマンスを発揮する力であったり、ね、そのピアノがただ単にパプリカが弾けるとか虹が弾けるとか、そういうだけじゃなくて、もっともっといろんな成果、いろんな測り方があるんですね。なのに、ね、その <laughs> ここでやめたらピアノをやってきたピアノが下手になってもったいないって、その尺度だけで測ってしまうのはそれこそもったいないかなと思うんですよ。これはまさに親の価値観じゃないですか。 人生の成功を何、何として測るのかってことですよね。うん。偏差値で測るんですかいい大学に行けたらまるで、不合格だったら罰ですかうん。まあ、また話は変わるんですけど、まあ先日ね、ボイシーのね、はるさんかな、はるさんとあの、あの,あの方やな、裏ママカフェかなんかの方、ちょっとお名前忘れたけど、その方も言ってたんやけどね、あのー、こういう話ですよ。せっかく中学受験をしても、中学受験をしてね、私立中学でしょ私立中学行った子と、 えー、公立中学行った子がおって、で、ね、私立結局、大学、同じ大学、A 大学に行ったら、私立中学に行った意味がないんじゃないかっていう話をしていて、どう思いますこれ。どう思いますえー、A 君と、あ、A 君と B 君、たけし君とひろし君がいるわけでしょたけし君とひろし君がいて、たけし君は私立中学に行きました。ひろし君は公立中学に行きましたと。で、ね、で、結局その二人とも同じ A という大学に行きました。 でその時に、この子せっかく私立中学行って塾、塾に塾にも高い金かけて、学費も高い金かけてたのにもったいないって捉えるのか、そうじゃないのか。あなたならどう捉えますか同じ大学行くんやったらもう効率でよかったやんっていう発想でしょうかどうでしょうかで、これっていうのはま,まさに、ね、これをもったいないっていう発想をするというのは、えー、物事を偏差値で ししか判断していないなことです、ね、ですすねねよ公立中学で体験する6年間と私立中学で体験する6年間これ全く違う体験ですよね環境が違うからどっちがいいどっちが悪いって話じゃないですよ どっちがいい、どっちが悪いって話じゃないんだけれども、その環境の中で何を学んだのかっていうのは、単なる学力とか偏差値だけじゃなくて、なんだろう、えー、例えば、えー、修学旅行がね、韓国行ったとかね、ホームステイを体験したとかね、えー、部活でキャプテンをしたとかね、なんかそういう、なんかいろんな体験があるわけじゃないですか。もちろん、効率には効率でできる体験があり、えー、シーにはシーツでできる体験がある。 法律だったらより多様性に富んだ、ね、環境の中でいろんな人がごっちゃ混ぜの中で、ねあのー、いろんな考え方や、ね、価値観を学べるかもしれないし私立中学は、まあ、ある一定の、ねえー、趣味思考というか、まあ、価値観は、ね、バラバラだろうけど、まあ、ある程度学力的には同じような。 人、えー、らが集められて、えー、その学びたい学問を学ぶ。まあそういうことでもないでしょうけどね。中学受験でこの、この学問を学びたいから、この私立中学に受けるってことはあんまないでしょうけど、あんまないでしょうけど、まあ私立中学には私立中学でしか学べないこともあるということ。なので、同じ大学に行っていたとしても、ねえー、そこで得られる資本、いわゆる人的資本、人脈であったり。 ねえー、自分の知的資本、ね、知的財産、そういう資本っていうのは、リソースっていうのが変わってくるわけじゃないですか。なので、何をもってもったいないと思うのか、何をもって成功だと判断するのかっていうのは、それって一概に学力とか、ね、将来の年収とかね、えー、そういうことだけでは測れないですね。もっと言えば、そのやっぱりそれが良かったかどうかっていうのは、子供が将来幸せに生きられるかどうかっていう観点で判断することが、まあ、いいですよね。 ただそれっていうのは今すぐには結果として見えないわけじゃないですか。あんたにいくら使ったと思っているのはここで習い事やめたらもったいない、ピアノをやめたらもったいないって言うけれども、ピアノをやめることでそっちの方が将来幸せになれるによってはその選択は丸やったわけじゃないですか。ねっていうことなので、親の価値観でそれが失敗か成功か判断する。それがもったいなかったかもったいなくなかったのかって判断するっていうのは、それは価値観の押し付けであり、その価値観を押し付けられることで子供を見えないくさいで縛ってしまうんじゃないか。 で僕は思うんですよねはい22分の21あんたのせいで我慢しなきゃいけないこんなこと言われたことありませんありませんどうでしょうあんたのせいで別れられへんとかあんたのせいでやりたかったこと諦めたのよとかあんたのせいで仕事ができへんのよみたいな自分のせいで誰かを困らせているみたいなことを植え付けるような発言ってありませんでした ね、これを言われたらなんだろうな自分が迷惑をかけてるっていうイメージというかあの認識が植え付けられますよねすり込まれますよね迷惑をかけている僕の存在そのものが家族の迷惑大切なお母さんとお父さんのなんだろうなこのし重しになっていると重荷になっているというふうに 思ってしまいまいすよねそうすると生まれてきてダメだったんじゃないかとか自分は自分で、えー、いない方がいいんだというふうに感じてしまいますよね。それっていうのは自己,否定ですよ、ね、自己肯定感を高めたいのに自己否定のマインドを植えつけてしまってる。 そうすれば、どん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 子供は苦しくなるよね。やりたいことにも挑戦しなくなるし、自分に自信が持てなくなる。人の顔色をうかがってしまって、そして、えー、しんどいことをため込んでしまい、断ることができない。脳が言えない。そして、心と体が蝕まれていく。引きこもりになったり、えー、家庭内暴力。そして、えー、暴力、えーね、そういう法律違反みたいな、そういうふうなことに走ってしまうケースもたくさんあると聞いてます。はい。 どううでしょうかあんたのせいで我慢しなきゃいけないって言われたことありませんはいということでルイボスティを飲んで最後ですね、うんはい毒親が子供の視野に使う呪いの言葉22分の22本当のことを言ってくれるのは家族だけよってやつな自分が言うことは正しいことで 本当のことなんだ。ね。外で、ね。褒められても、まあ、友達が言うことも、全部嘘うそ私が言うことが事実なんですよ。私が言うことが正解なんですよ。私が言うことは正しいんですよ。だから、従いなさいっていう。そんなこと子供の時に言われたことありませんどうでしょうか ねえ、これを言われると、どう、どんな感じがするかというとね、まあもちろん外で、外でいるとね、あ、この人が言ってるの嘘なんちゃうかとか、えー、この人は褒めてくれてるけど、僕をコントロールする、支配するために言ってるだけなんちゃうかっていう風になってね、えー、友達の関係とか、外での人間関係がうまく気づけなくなるよね。気づけなくなる上にね、えー、家では、 父親の意見、母親の意見聞かないといけないんだと、従わないといけないんだみたいな感じになってね、自分が父親、母親の意見と違うかったとしても、僕の意見は間違っている。だから、自分の意見じゃなくて、お父さんの言うこと聞こうと、ママの言うこと聞こうっとってなりますよね。なりますよね。で、それっていうのはやっぱ見えない鎖になって縛られていくんですね。自分の中で思い込みがね、植え付けられていく。親の言うことは絶対に正しいことなんだと。 でその満員のが植えつけられると自分の子供にもやってしまうんですね。ママが言うことは正しいことよ。あなたのためを思って言ってるのよ。本当のことを言ってくれるのはママだけだよ。みたいに、同じことを子供にやってしまうんですよね。連鎖してしまうんですよね。それ止めたいですよね。自分がされて嫌やったことを子供にしたくない。 自分の親,親みたいにはなりたくない。だけれども、親に言われた嫌やったことを言ってしまう。親にされて嫌やったことをしてしまう。これ、連鎖なんですよ。人生脚本通りに子育てをしてるからなんですよ。ガチャッ擦り込まれているんですよ、ね。それが嫌なんだったらどうしたらいい人生脚本を変えるんですよ。人生脚本を変えるためにどうしたらいい今、どういう脚本に従ってるか知ることなんです。だから今回の動画撮ったんですよ。 今、自分が持っているこの生きづらさであったり、子供にダメやと思ってしまうけど、やってることっていうのは、その根っこにど何があるんだろうと、ね、どんな痛みがあったんだろうっていうことを振り返ること、その振り返りの中で、あの時ああいうふうに言われたこと、それによって言いたいことが言えなかったんだなとか、人の顔色気にするようになったんだなとか、ね、え恥ずかしいことしてはいけないんだなとか、人に迷惑をかけてはいけないんだなって思うようになったとかね、何かしらの原体験があるんですよ。 で僕たち、私たちは人、人間関係ね、やっぱ人生における悩みの9割、8割、95%ぐらいもう人間関係じゃないですか職場での関係、ママ友と,との関係、学校との関係、保育園との関係、親との関係、家族との関係、パートナーとの関係、子供との関係。人間関係による悩みがほとんどでしょうそう。人間関係、なぜ悩むのかそれは人間関係の作り方。その作り方が間違ってる可能性があるんですね。 はい、これ人間関係の作り方の原型は親とのコミュニケーション親との関わり合いじゃないですかそれがスタート地点なんですよ。 親とのコミュニケーション、親との関わり合い方、もっと言えば、自分の父親と母親がどのようなコミュニケーションをしていて、どのような関わりで、どのような立ち位置で、ねえー、夫婦生活を行っていた、家族生活を行っていたのか、それをじっくり観察してきたわけじゃないですか、僕たち私たちは。それを見てあ、パートナーにはこういうふうに振る舞ったらいいんかとかね、外ではこういうこと言ってはいけない、こういうこと言わないといけないみたいな人間関係を、ねえー、学んできたんですよ。でそれがガチャッ で刷り込まれていて、その人生脚本通りに僕たち、私たちは子供と関わっているということなんです。で、それの結果ね。子供との関係が悪くなったりね。子供が生きづらくなったり、自分も子育てがしんどいってなってるんやったら、その人生脚本を変えましょう。っていう話です。はい、ということで、22分の22終わりましたね。まとめましょうか。まあ、今日はね。毒親が子供の支配に使う。 呪いの言葉22線という形でね、親の立場で聞いてくださいということをお伝えした上でね、自分の中にある生きづらさであったり、自分の中にあるしこりであったり、まだ癒されていないもやもやした感情、そのありかはどこに、ありかはどこかということをね、一緒にたどっていきましたということです。で、何度も何度もお話している通り、人生脚本を変えることで、自然体で 自分がこういう生き方をしたいという生き方が何も考えでも無意識にできるようになるってことなんですよ。人生脚本っていうのは無意識の人生計画ですということなので、その人生脚本を知ってね、人生脚本を一緒に変えていきましょうということです。で、どうやって人生脚本を書き換えるのか。これはね、えー、おかちの YouTube、長尺動画で2本紹介してますので、えー、おかちのチャンネルのところ早速行って聞いてみてください。 長尺でと一番上に出てると思いますあと、その一番上に出てるやつとグリーフケアってやつ聞いていただいたらそこにがっつり解説してるし公式 LINE 登録してくれたらね、えー、人生脚本を書き換えるための26本の有料講義動画を無料でプレゼントします登録していただいたらもうすぐにあの講演動画講演会の動画もね実際の講演会の動画もお渡ししてるのでまず概要欄でね公式 LINE もチェックしてみてくださいあとね、えー、1年に数回 生き,生き方プロジェクト。自分の生き方を作るプロジェクトと、ライフスキルコーチ認定講座もやってます。ね。あのー、これからも自分の人生を自分のために生きていきたい。自由に生きていきたい。それからね、自分の中の生きづらさを緩めて、えー、自分らしく、そして心を楽に、穏やかに、そして子供との時間、家族との時間を楽しんで生きていきたい。そういう方はね、生き方プロジェクト、ライフスキルコーチ認定講座でもうお待ちしてます。生き方プロジェクトは90日。 ライフスキルコーチ認定講座は180日でやっております。えー、詳しくは公式 LINE でね、案内をお送りしますので、そちらもチェックしてみてください。この番組では、 親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録ボタンを、というか、もうここまで聞いていただいたんならもう押しておいてください。チャンネル登録ボタンを、と、その横にある鈴マーク、ベルマークというかな、あれも押していただいたら、えー、新作が届いたら、えー、ちょっと通知が行くようになりますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。 はい。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界はシャララランと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。はい。今日も頑張ったね。ちょっと今日は雨ですよ。和歌山市内。